しかしたらお疲れの方もいるかもしれませんが、子供たちに負けないような大きな声援と、そして手拍子をいただきたいなと思っております。頑張って喋ってくれと言われましたんで、今頑張って喋ってるんですけど、いい感じですか？大丈夫ですか？はい。さあ、それではですね、まずは沿道の皆さんにチーム正門のメンバーから思いっきりのよろしくお願いしますを届けたいと思います。さあ、チーム正門のメンバー、両サイドのお客さん、そして前の方のお客様にも向かっていきますよ。精一杯踊らせていただきます。よろしくお願いします。チーム戦を小学若き勇者たち構え。みんなに放たく若き勇者たち。
ました。皆さんに感謝を込めてありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではですね、続いての2曲目はですね